アリス・オブ・オールバニは、アスローン・ハク、アレグザンダーの妻、イギリス女王、ビクトリアの孫の一人。アリスは、ビクトリア女王の四男である、オールバニ公レオポルドとその日、ヘレナの長女として、ウィンザー城で生まれた。弟は、ザクセン・コーブルク・ゴータ公となったチャールズ・エドワードである。彼女は幼くして、父、レオポルドを脳出血による急死で亡くすが、イギリス王女として育てられた。 1904年2月10日、アリスはまたいとこにあたるアレグザンダー・オブ・テックとウィンザー城内のセント・ジョージ礼拝堂で挙式した。二人の間には三子が生まれた。アリスは、祖母・ビクトリア同様、自身が血友病患者であった父・レオポルドから遺伝した保因者であった。長男・ルパートは血友病患者で、これによって自動車事故による不慮の種が引き起こされた。 1917年、イギリス王室は保有するドイツの王公としての称号を放棄することを発表。アリスの夫アレグザンダー・オブ・テックも、ドイツのビュルテンベルク王国に由来するカメーテックを捨て、アレグザンダーの母、メアリー・アデレードに由来するケンブリッジを生として、サー・アレグザンダー・ケンブリッジと名乗った。アレグザンダーには、アスローン白衣が授けられた。これによって、二人の子供たちも、 自動的にドイツ貴族としての称号を失った。アリスも自身の権利として所持していたドイツ貴族としての称号を全て放棄。しかし、ドイツ軍の一員であった弟、カール・エドワルトはイギリス王族としての称号を放棄した。指定は第一次世界大戦で敵味方となってしまった。カナダ国会開会式に出席するアスロン博夫妻。後方は当時のカナダ首相。 ウィリアム・マッケンジー・キング・アリスは、夫・アレグザンダーが1940年からカナダ総督となるとそれに同行した。彼は1924年から1931年まで南アフリカ総督を務めたことがあった。夫妻が南アフリカ滞在時代に住んでいた海岸沿いの家は今も保存されており、南アフリカの文化財とされている。ケープタウン郊外のアスローンは、 総督にちなんだ地名である。アリスは、その生涯に、多くの公務をこなした。彼女は、生涯に4度の戴冠式に出席した。オジエドワード7世、重慶ジョージ5世、ジョージ6世、そしてエリザベス2世である。彼女は、イギリス陸軍の2部隊とローデシア陸軍の1部隊の、カーネルインチーフであった。1950年、アリスは、 西インド諸島大学の初代総長となった。アスローン博は1957年にケンジントン宮殿で死去した。アリスは1981年に97歳で亡くなるまでケンジントン宮殿で暮らした。彼女はビクトリア女王の孫の中で最も長く生きた人物だった。葬儀にはイギリス王室の全員が参列し、アリスは クロックモアの王室墓地で暴風の隣に埋葬された。アリスの母ヘレナとオランダ王妃エンマは姉妹であった関係からオランダ王女ベアトリックスの洗礼式ではアリスが洗礼大母となっている。第二次世界大戦中にドイツに祖国を奪われたオランダ女王イルヘルミナは一人娘ユリアナとベアトリックスたちをアリス夫妻のイルカナダへ避難させた。プリンセスプリンセス。 アリス・カウンテス・オブラ・ローン、ザ・カナリアン・エンサイクロペディア・ハット、アリスの名は、不思議の国のアリスのモデルである、アリス・プレザンス・リデルにちなんで名付けられたもの。父・レオポルドは、クライスト・チャーチ・カレッジに在学していた1872年から1876年の4年間、アリス・リデルと交際していた。交際終了後、それぞれ別の相手と結婚した後も二人の友情は、続き、 1883年1月、アリス・リデルは次男に、レオポルドと名付け、レオポルドも翌月に生まれた長女を、アリスと命名している。不思議の国のアリス・ルイス・キャロルと二人のアリス、参照。ウィキメディア・コモンズには、アリス・オブ・オールバニーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。